史上最高の数をこなしたドイツ最後の処刑人、ヨハン・ライヒハートの数奇な人生。シルクハットにタキシード。彼を写真で見ると、どこかの貴族かとも思いますが、実は彼、人類史上最も多くの処刑を行った人物であり、ドイツ最後の処刑人だったのです。ライヒハート家とは、ライヒハート家は、ドイツで8代にわたって続いた処刑人の家系です。処刑人の仕事のほとんどは世襲制によって代々受け継がれてきました。ライヒハート家も第二次世界大戦後の死刑制度廃止まで処刑人を務めてきた一族です。処刑の方法を学ぶとき、大抵父親の手ほどきを受けて後を継ぐのが一般的でした。当時、処刑人に対する差別がひどく、死刑執行人の家に生まれたら一般の職に就くことは困難です。結婚もままならないこともありました。だからこそ家業を継いでいくしかなかったようです。人類史上最も多くの人を処刑した。ヨハンが有名な理由として人類史上多くの人を処刑したからです。記録に残る死刑執行人として3165人の人をギロチンにかけました。1933年にヒトラーが政権を取ると、ヨハンはナチス党員となって死刑執行人を続けることになりました。彼自身がナチスの掲げる右翼的な思考を持っていたかどうかは記録にないため分かっていません。ナチス政権になると反逆者や犯罪者、ユダヤ人や体が不自由な人などがヒトラーの命令により死刑宣告を言い渡されました。その数は6万人に上るとも言われています。仕事へのこだわり。ヒトラーの命令により処刑人の数が莫大になり、ヨハンはとても忙しい状況でした。それにもかかわらず、決められた執行手順を非常に厳しく厳守したとされています。1、伝統的な服装。黒い上着に白いシャツ、蝶ネクタイ、手には白い手袋をはめること。死者への礼儀として完璧な装いをして刑場へ向かっていました。2、苦痛を与えない。処刑される罪人が余計な苦痛を味わわないよう最速でギロチンを落とします。その時間わずか2秒。いかに早く首を切断するかで苦しみが変わってくるそうです。必要以上の苦しさを与えて残酷と非難されないようにされていたのでしょう。ナチス党員の処刑。歴史の史実には彼がナチス党員であったことだけが記されています。公務員のような職業だったため、ナチス政権になった後も自動的に引き継がれたと思われます。ヨハンもナチス党員となっていたため、戦犯者として戦後は逮捕されてしまいました。しかし、職務に忠実だっただけで殺意がなかったとして無実に。それどころか、なんとナチス党員が収容されている刑務所で処刑係に任命されます。彼はもう一人の仲間と協力して、156人の政治指導者たちを処刑しました。ヨハンに処刑命令を出した人たちが彼によって処刑されるなんてとても皮肉な話ですね。こうして戦後も処刑人として勤めた彼ですが、1949年、死刑制度が廃止され、最後の処刑が行われます。その最後の処刑の執行をしたのはヨハンでした。処刑人としてではないヨハン。謎が多く、結婚に関しての記述は見当たりませんでしたが、息子が一人いたようです。息子は父親が処刑人だったということから結婚関係がうまくいかず自殺をしています。これを思うとヨハンの苦悩が垣間見えますね。死刑執行人はどの国も差別があります。死刑制度がなくなっても執行人に対する偏見の目は変わりません。収入はそれなりに高いとされていますが、新しく就職するときや婚姻関係において大変苦労するようです。処刑人は街で見かけてもわざと避けられ、お店から家族に物を販売されないこともあったようです。住むところさえ市街地から離れた場所へ指定されていた記録もあります。
死刑執行人という誰かがやらなくてはならない仕事を代々やってきているにもかかわらず、このような重荷を背負って生きていかなくてはならなかったなんて、とても悲しいお話ですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。